皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアナザーオーダー遊んでいきましょう。You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. You don't need to remind me. Luis Serra. And I thought I was high maintenance. Chapter 2. Luis を救出せよ。さあ現在地はここですね。でずっと行ってこっちか、あのゴンドラエリア向かっていきましょう。そして武器商人、まずはね売っていきましょうね。これ待って、組み合わせてよし。2万円。そしたらね、やっぱりこれかな、アタッシュケース。それとねマシンピストル、これを買っておきたい。ライフル高いな、35,000円。それとお宝買っとくか。よし、これでいきましょう。そしてどっちかな、本に興味あるけど今あの軽い男の方が優先ね。ねそっち行けますね。こっちか、先にどこか。こっち、いやこっちではない、逆か、こっちかな。最近の面白かったニュースが、パラリンピックでですね、健常者の記録を障害者の方っていうのが上回る記録をね、だんだん出し始めてるんですね。今回特に注目されたのはベンチプレスと、あと1500m、1500m なんていうの?マラソン ?1500m 走か。王道の懐中時計。よし、取って、で、アイテム回収して、よし。こっちは行かなくていいでしょう。ですね。でね、1500m 走は確かにちゃんとした理由があるんですね。メガネ見えない方だったんで、他のランナーとの駆け引きっていうのが一切ないと。最初からもう全力で走っていけるっていうのが大きかったみたいです。ここいたんだよな。いるかな?あー、いますね。おばちゃんがなんで男子トイレにいんの?いてもビビるわ。よし。掃除かな?そしてね、まともな食事。ちょっと待ってね。おじちゃんは。こうじゃ。よし。何にもない。ありますね。銭取って250円。半端すぎ。
と金の卵。金の卵ってなんだ。ちょっとまだ外に出ていない。これをね調べて体力完全回復。なるほど、まだ外には私は出とらんよ。どこにいる？いますね。まだねショットガンは非常に弱い。そこにフラグかな。ほい、オッケー。よし、はい雑魚ルビー。こいつはね弱い、弱いっていうかフィールドのせいか、広いからね。で先行きましょう。おっぱいのペラペラソース、お前を八つ先にしてやる。ちょっと待ってね。よし、硬いな。弾がない。弾だしな。キック。よし、何にも出さないと。ハーブ取ってで酒いますね。ここには何にもない。いっぱいな、いっぱいね。よし、全転ばして、危ない。奥の人、よし、でそいつ。よし、だいぶスムーズになってきた。リロードして、ハンドガンかな。よし行きましょう。あれ、またこっちで、そっち側か。これもしかしてアイテム回復してるんだよね。また一応村巡りをしないといけない。そしておっさんいる。どうしようかな、バレないように行きたいんだけど、多少はバレるよね。そこにも復活している。で見つかった。あ、そこにいたな。よし、これはちょっとめんどい。いいぞと思ったらいる、ここに。どうする、転ばしてアイテムだけ欲しい。他にはない。今のはよろしくない、私のミス。回復しよう。んでね、どうしましょうね。上行ってこっちから出て、村また一周すんの。
弾薬取って、で、そっちか。そっち行けるし。そっち側の家。確かなんかあった。こっちね。樽。こっち何もない。一応閉めて。こっちは、あー、おっちゃんがいる。弾薬。ちょっと、何の音ですか？何の音ですか、あれ。めっちゃバッコンバッコン言ってんだけど。何？それか。脱出できませんね。これどうするこれ。これどうすんの。ちょっと待ってか。来た、いっぱい来た。オッケー、弾が美味しい。あとはですね、何にもないかな。こっちあるんだよね。これ壊して何にも出ません。そしたらね、行こうかな。先行きましょうか。誰？あんたか。でもまあさっきのね、義足とかもそのパラリンピックの話なんですけど、義足とかのデザインってやっぱり大事ですよね。かっこいいっていう風に思わせたら、それはデザインの力。何にもない。こっち何にもなくて、こっちも何にもありますね。弾薬取って、で、こっちかですね。行くぞー。そんで、この広いところ、メダルはない。一旦セーブしましょうね。これはある。スピネル。これ村人が再セットしてんの。危ない。無敵時間利用したけども、リロード。奥にいんな、こいつか。牛がちょっとね、邪魔。牛邪魔。よし。まだいんな。卵を使って、牛が邪魔。で、こいつはナイス。硬くない？体脂肪か。ワクワクさんみたいなメガネしやがって。よし。で、アイテムチェック。なんかないか。ひどい匂い。ね、フックショット。なるほど。これで取っていける。
さっきのとこ行ったら無敵じゃない？でね、鶏ちゃんをキルして卵出しませんね。弾薬回収し、1000円いるか、いるかな、そこに。うん、びっくりした、びっくりした。と1000円何にも出さない。で、上行って弾薬高いよ。でね、向かっていくべきはこっちか。金の腕はこれで OK。 よしと、そしたら行きましょうね。こっち、ちょっんーと、でもそっ、見えなかった。これわからんよ。こっちのアイテムはありますね。どうしよう。まあ、いっか。避けて、で、こっち。そして一本道、ずっとまっすぐ行って、で、そこ行くんじゃ。ここまた丸っこい岩、あれ来ないか。今回は作ってない。そしてね、コウモリ、何にも出ない。しかも生きている。さあ、出ました、ピタゴラスイッチゾーン。で、そこにあのボンバーマンがまずいいんだよね、こいつね。よし、ぶっ飛んだ。よしよし。で、奥の人、あいつね、ライフルがあれば当てられるのに。あいつ殺したいな。よし。でね、ここにあれがあんだよね。ちょっとそっちも、あいつか。危ない。ちょ待って、引こう。一旦引いて、いますね、ハゲ。よし。で、そっちの人、ちょっと、トラバサミない、ないね。で、こっちから来る。まず弾薬取って、ここに慎重に行きたい。まだ生きてんな、あいつ。嫌すぎ。よし。で、またこっち。よしと。で、こん中いますね。来るんじゃないよ。フラグもったいないか。ちょ待って、この音はもしかしてバカか。まだいんな、すごいね。おじさんハウス、何してんのこの中で。
危ない。今のはうまいな貴様。よし、弾取って。なんだい？どっち行くの？ここに行くの？どうやって？戻っていくのか。そしたら進んでいきましょうかね。何にもない。一旦そっち行こうか。この鳥の巣は大事。よし。体力ちょっと心配ですね。卵食うか。こっちは一応入っておきましょう。弾薬取ってライフル大事ですね。弾薬取って よしと。ハンドガンとルイスのいたところ。固定させて。よし、焼夷手榴弾。そしたら戻っていきましょうかね。結構距離ある。トラバサミはありませんね。よし、でこっち、こっちだよね。ね、お宝こっちじゃないや。合ってますね。まっすぐで、おじさんが湧く。ダイナマイト。着火しな。よし、降りてくる。なんすか今の。今の何？誰？卵食ってここにこうじゃ。弱いなこれ。よし、ぶっ殺し行きましょう。まだ来るかな。危ない、あんたも危ない。よし、弾だしな。マシンピストル。そしてね、どうすんの？ずっと戻っていくっていうことだよね。そっち行けないもんね。そっちですね。不穏な音がする。そしてアイテム、弾薬取って。
さあではね、今回大体30分で時間の切りがいいんで、一旦これ終わりにして、で次回はさらに先に進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。